大島旅客自動車は東京都大島町で路線バス、定期観光バス、貸切バスを運行している事業者である。通称大島バス。東海汽船の関連会社であり、東海汽船バス事業部門を分離した。大島バス車庫原則として元町港がバスターミナルとなっているが、定期船の運行日や当日の気象条件によって入出工地が元町港か。 岡田港のいずれかとなる。パスモなどといった IC カードは利用不可だが、東京都シルバーパスは利用可能である。定期船がフェリーではなく客船のため、当該からの車両流入がほとんどなく道路整備は幹線を除き進んでいない。このため、大型車両が境外道路を運行する、いわゆる境外路線と呼ばれる箇所がいくつか存在する。 年間を通して運行される路線を以下に記す。その他にも時刻表には掲載されていないが、東京発の夜行定期線に接続して、入港地から羽生方面、千津方面、三原山方面などを結ぶバスが運行されている。定期線が入港しない日は運休となる。三原山ラインハブ港、ライン上記の他に元町港が終点のバスは元町港到着後、 個人化温泉まで向かう乗客がいる場合のみ、個人化温泉まで運行される。そのため、大島バスの路線図には、個人化温泉のバス停の案内のみが記載され、当バス停を経由する路線がない。東海汽船直営時代から、路線車、貸切車はすべてミドルデッカー、ハイデッカーの観光タイプの車両を使用していた。これは、まず貸切車として、車両導入し、 経年後路線車格下げしているためである。このため、新車観光タイプの車両であっても車名等は、幕式採用、案内放送機器等が装備されている。路線バス格下げ後も、運賃箱や乗車整理券発行機等が設置されず運転士が運賃生産業務を行う車両もある。近年は、譲り受け車もあり、車体をライトイエロー一色に塗られた路線使用車両や、 車体をマゼンタ一色に塗られた貸し切り仕様車両が導入されている。2014年には20年振りの自社発注車が導入され、翌年の2015年より稼働開始を予定している。車両メーカーは1985年まで UD トラックスのみであったが、1986年以降は三菱不走車、分社後は日野車もそれぞれ導入している。 1979年から冷房車が導入された。東京都清瀬市に本拠地を置くバスウェイとの業務協力により2017年1月中旬から3月まで運転手1名と同社が保有する日のセレガー R1 台の派遣を受けた。翌2018年にも同車両が期間限定で稼働した。ありがとうございます。